どうも、浜根 YouTuber 宮野です。今回もプロス PS やっていきます。ということで今回は TS5 弾累計契約書引いていきたいと思います。そう、まあ、前回の動画ではねプロスピセレクション第2弾60連引いたんですけど、まだそちらの動画ね見てないって方はぜひ右上のアイマークから飛んで見てみてください。はい、まあ、そんな感じでね宣伝もできたところで契約書引いていきましょう。ってことで今回のね TS5 弾なんですけど、まさかのね月末ではなく、なんか急に来ましたよね。ここで TS5 弾来んのみたいな。そう、あの TS4 弾が終わってなんか1個イベント挟んで急にね TS5 弾来るっていうね、異例のあの開催だったんですけど、ここでね TS5 弾が来るってことは月末なんか来るんじゃないっていうのが、まあ、だいぶね匂ってるんですけど、どうなるんでしょうかね。 TS6 弾が来るのか TS ファイナルっていう名前で来るのか分かりませんがね、まあ、ちょっと楽しみですよね。はい、ってことで今回は TS5 弾ですね、聞いていきます。で今回の僕の欲しい選手なんですけど、こんな感じです。はい、一応ね伊藤光選手がオリックスなんですけど、極みに持ってくるんで一番狙いで欲しいかな。まあ、あとはね先発が当たってくれればいいかなという感じですかね。一応どの選手が出てもね突入までは持ってくるんで、まあ、清水直之選手とかね、もともとベイスターズ、もともとっていうか、まあ一回ベイスターズにいた選手なんでね、個人的に若干欲しいんで、まあ、その辺が出てくれてもいいかなと思います。あとはまあベイスターズの春選手とかが来てくれると嬉しいかな。では行きましょう、 TS5 弾。あら、気を取り直していきましょう。 TS5 弾契約書、プロスピパークの累計報酬ですね。お願いします。今から晴れるよ。ちょっと天気の子見た後なんでね、天気の子集がすごい洗脳されちゃったから。天気の子とワンピーススタンピード見てきました。テンションが高いです。さあ誰が出るか。リアルに今雨降ってるからね、台風の影響で。おおってことで東出選手、なるほど。いやー、やっちゃったな。まあカープファンだったらね欲しいとは思うんですけど、僕ね一応この東出選手のね能力見た時、あの TS 第一弾で出た平野選手のなんか似てないっていう風に思ったんですよね。そう、平野選手も弾道グラウンダーで守備適性が確かセカンド A なんですよね。で東出選手はミートが A なんです、あ A の80かななんですけど、平野選手はミート80の84かの A なんで、まあ言ってしまえばね平野選手のまあ劣化版っていう言い方はねひどいんですけど、まあそういう感じに思ったんですよね。そうなのでちょっと東出選手はね、あんまり実を言うとそんなに欲しくなかった。はい、まあね極力ねネガティブな発言はしたくはないんですけど、まあちょっとつい本音が出てしまいましたね。はい、そんな感じで今回は TS5 弾、累計契約書でした。もしよかったらね TS5 弾契約書を引いた方ぜひねコメント欄の方にお書きください。それと同時に、ワンピーススタンピードもしくは天気の子、見た方はねネタバレをなるべくせずに感想などね書いていただけたらなと思います。全然関係ないけど、まあ、今回の動画では OK とします。ちょっとみんなの感想を聞きたい、あまりにも面白かったんで。はい、ちょっと関係ない話でしたが、この辺でこの動画終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではぜひ、天気の子、まだ見てないって方はねぜひ見てください、面白いんで。はい、それでは次の動画でまた会いましょう。じゃあね、バイバイ。